ということで、これどうなってんの今日。ちょっと本当に終わってんな。いや、マジ本当に終わってんな、四国。中国地方、ちょっとどこまでやれてんのかとか、ちょっと見ますか。なんだこりゃ。広島とかもなんかどうしようかね。陰キャ転生と夏は広島の方来ないでいいぞ。広いな。無駄に広いな、これ。広島どうすんのこれ。どうすんのこの広島の大きさ。九州とかにまだ着手してる場合じゃないな。北海道とかだったら全部雪とかでいいけど、中国地方を南北に割る山脈をドカンと作れば埋まりそう。あー。え、何をさ、どうしたの。江ノ島大橋。これ何これなにこれどうしたのこれ。島根のやばい坂。あー知ってるかも。なんか作画崩壊みたいなやつだっけ。作画崩壊してるみたいなすげえ坂みたいなのあるの知ってる。で、みんなで山脈作って、後から木を生やしてってのやっていく。よかったね。なんか山岳国家で。この国が山岳国家でよかったよ。中国山地とは、ロシアのシベリア東南部で東西に走る山脈。1689年に清とロシアの間にネルチンスク条約。中国地方に俺興味関心抱いて生きてなかったから、よくわかんないじゃん。え、てか中国地方ほとんど山じゃね？なんか、ええ、こんな山なの？え、Google マップ見てこれ。え平地ないんだ。よかった。じゃあ、ちょっと、作っていきますか。じゃあこれ何これ、岡山ドバランドとも山に埋もれてる感じなのか。ドバドバこの真ん中に山を建ててって、ガンガン埋め立てとけばいいんだな。国道を避ける用意して、ドバドバと埋めてけばいいんだな。よし、じゃあここら辺から作っていきますか。はい、強制的に TP です。急に TP したんで皆さん多分驚いたと思いますが、サボりは許されません。中国山脈をとにかく作ります。ワールデッド使える人は、山脈ガーって作ってって、他の人はこの山に木植え続けて、はい、山に木植えるか、あのワールデッドやるかどっちかです。道路も埋める感じでやっちゃっていいよ。トンネルみたいにすればいいのか。よし、じゃあもう道も埋めちまえ。うちにはタガソウがいる。全部やってくれるはず。あいつらにやらせよ。なにこれ、すごい重いね。これ俺だけじゃないよな。エグ重だな。昼は気をつけないですぐサバ死ぬ。誰がやらかしたか。犯人探ししようぜ。犯人探し。まずか犯人探そう。学校だとね、しないけど、犯人探そうぜ。犯人探して吊るし上げよう。お前のせいでサーバーが落ちてね、みんなの貴重な時間がなくなったんだって。お前のせいで、サーバーが落ちて貴重な時間がなくなった。お前のせいだって言って、攻め立てようぜ。50人かける3、5分ぐらいの時間を、お前のせいで、はい、失いましたっていう。多分今の作業内容全部巻き戻った。相当やばいね。松くん、誰のせいか。吊るし上げていいよ。ペンペリプレイスダート。ペンペ損害賠償請求とかできるこれ。事案として、損害賠償請求すべき事案だぞ。おいペペカス、ゲームで損害賠償か。いやそういう時代じゃないから、もうバナナ君、そういうね、誹謗中傷が許されるようなね、時代じゃない。もう時代錯誤だよ、バナナ君。砂を土にしようとしたんです。みんなそういう冗談のつもりでした。リアルの生活でね、ストレスが溜まっていました。殺すつもりはなかったんです。そんなにひどいことを言うつもりはなかったんです。などと供述しており、兵庫県警は調べを進めています。普通にまだなんかもう、これ、もうや、山、がっつりイオンのところまで山作っていいよ。球体を出すコマンドのやり方はちなみに何ですか？ブラッシュスフィア、グラスブロック5。どうやってみんなすっぽすっぽ出してくのこれ。みんなすっぽぽぽぽぽって出してるの。何この、何すっぽすっぽやってんの。つるらしかシャベルを手に持つ、ブラッシュスフィア。おお、俺もやりたい。やれるよ。同じことやればできるよ。おお、もっと遠くからでもできる。確かにすごいねこれ。あ、トンネル作ってくんねえか、もし暇なら。どうしたん、何やってんの人。できない。えガチ梱包じゃない。なんかここら辺なんか住宅地にするか。住宅地コピーして持ってこれる人いる、この辺。すごいな、なんか京都がなんか続々と完成しそうだな。なんか
ちょっと待って、東京今いる人とかいる？はい。なんか言ってたよ、なんかコメントであったよ。くんはファマスが東京ディズニーランドをしっかり作ってることが分かってない、すごい再現度高いんだぞみたいなこと言ってるさ、あのゴミが聞いたけどさ、俺が問題視してるんだね。あの東京ディズニーランドの再現度の低さとか高さとかじゃなくて、このデカさなんですよね。別にこう再現性がいいとか悪いとか言ってるわけじゃなくて、もうデカさが終わってるよねって話をしてだけなんで。ちょっと俺が持ってきたから、あ、このもなんか適当に貼り付けていいよ。あと団地か、西と団地持ってこなきゃいけないか。あの兵庫あたりに建物を TP させたから、ちょっとそれをなんかコピーして増やしたりしてくんねえか。岡山とか中国地方ってなんか工業地帯のイメージないけど、あんの？あんまりイメージないけど、あるの？工業地帯みたいな、ないのか。これパッと出てこないってことは、ないか、あってもみんな興味ない程度のレベルってことか。中国地方に何があるのかよくわからない。コータン、基本的に何もない、だから困ってる。基本的には何もないです。小学校の地理ぐらいしか中国地方の情報を得る機会ない。確かにそりゃそうだな、それぐらいしかなんか機会ないな。 この辺田んぼにするか、この囲まれたところ圧倒的に田んぼ作ってほしい。聞かれ、はい、聞かれ、この辺全部田んぼ。なんか なんとなくなんか作れてるね。大丈夫、仕事ないって人いない？小太郎、じゃあ そこに家作って、この MS 小太郎、この辺に家作って、この辺になんか温野菜作るな。つぶがい、やめろ、もう分かる、それやめろ。もう10ブロックぐらい置いてる時点で分かる、それ何を作ろうとしてるか。兵庫ってなんかほぼ任せてるけど、どうすりゃいいんだ。兵庫県観光名所、カイキングの家がある。あー、100万ドルの夜景みたいなやつはどこにあん この辺だろ、多分。100万ドルの夜景らしきものないけど、まだ。この辺に100万ドルの夜景あるけど、まぁ、ちょっと作れてない。これ、カンタスケかな？カンタスケここ、100万ドルの夜景作って。ビルサクッと建てれるよ。あー、じゃあ、ケインも100万ドルの夜景舞台頼む。夜景かぁ。レテンも女の子といつか夜景見に行くことあんのかね？一生ない。まあ、ないか。あと、岡山だけさ、未来都市みたいにする？大都会岡山作る？そういえば。なんかもうすごい未来都市みたいな。SF っぽい建物とか、もうスターウォーズみたいなの作ってもいいよ、全然。未来都市岡山は。ほんと自由に作っていいんだけど、未来都市岡山作る人、誰にしよっか。じゃあもう作りたい人も全員収集してやるよ。あと、ペンペさん。はい。めっちゃ SF にしていいよ。てか、ドバキくん、ワイダッシュ、ルンルーとか何してんの？欲しいかな。ちょっと動画向けというか、動画要素もあって、ワイダッシュも、ワイダッシュ今何してるの？ワイダッシュもちょっと飛ばすから、ちょっと作ってほしいな。そこに未来都市岡山。うわー、なんかこういうのある。なんかこれ多分意図してないだろうけど、こういうなんかこうわけわかんないゴミ資材置き場みたいなやつあるわ。なんだろうみたいな、一体いつどの段階で資材を置いてたのかよくわからんみたいなさ。でも田舎の高速ってこんな感じじゃない、なんか山の中無理やりぶち抜いて作ってるからさ、それいびつなんだよね。こんな細いの？こんな細くしちゃうと後がだるいよ。これ広島とか全く中国山脈届いてないから、これもっと太くしないとまためんどくさいことになるぞ。これ5倍ぐらいの太さ にしないと。山脈複数本数作って山間部という概念を作ろう。あー、じゃあそれで芋虫頼む。すごいな、芋虫活躍クラフトだな。50人生き生きクラフトじゃん。みんなが活躍できるっていう生き生きクラフトだね。なに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 、ごめん意味不明。なにこのフグってなんすか？は？これ誰が作ったの、この低クオリティな施設。下関作ったの誰だ？私が働いてたフグ屋さん。は？別にそれはフグが名産とかじゃなくて、ロゼピンがフグ屋さんで働いてただけ。なんかフグ屋さんの内装だけなんかやたらなんか詳しいんだけど。あと、これ何？なんか氷が来てるけど大丈夫これ。なんかアザラシとか乗ってくるやつ？なんか、流氷が来てるけど。アザラシ乗ってくるのこれに。